ルイス・ジョンソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のミュージシャン。ザ・ブラザーズ・ジョンソンのメンバーとしてまたセッションミュージシャンとして1970年代、1980年代の数々のヒットアルバムに参加している。彼の特徴あるサウンドは親指で低音源を抑えたりミュートすることやレオ・フェンダーが彼のために作り出したミュージックマン。 スティングレートスラップ奏法及びスライドやハンマリングオン、プリングオフなど基本的技術と両手の工夫されたコンビネーションを用いる指引きから生み出される。彼は多くのアーティストのよく知られたレコードに参加している。マイケル・ジャクソンのアルバム、オフ・ザ・ウォール、スリラー、デンジャラスそしてヒット曲、ビリー・ジーンと今夜はドント・ストップ、ジョージ・ベンソンのアルバム、 ギブ・ミー・ザ・ナイトにも参加している。また、ハーブ・アルパートの1979年のアルバム、ライズに参加した3人のベーシストの1人である。彼は、驚異のテクニックから、サンダーサムと言われると、あだ名された。スラップベーシストは、あだ名が付けられることが多いが、ジョンソンはその先駆けである。彼の双方は、ラリー・グラハムにより、主流となり、この2人が、スラップベースの始祖と言われ、 次世代であるマーカス・ミラーなどによってさらに進化宣伝される。彼の特に卓越したスラップベースはスタンリー・クラークのアルバムタイム・エクスポージャー、グローバー・ワシントン・ジュニアのハイドラ、ジョージ・デュークのガーディアン・オブ・ザ・ライト、シーフ・イン・ザ・ナイト、ジェフリー・オズボーンのジェフリー・オズボーン、ステイ・ウィズ・ミー・トナイト等で聴ける。スラップのスタイルは手のひらを開いた状態でダイナミックに叩く。 これは、ブラザース・ジョンソンの、ストンプなどのプロモーションビデオで確認できる。同曲でのスラップソロは、ポリリズム的な卓越した演奏スタイルで、どのように弾いてるのか、重ね取りなのか、様々な説がある。また、マイケル・ジャクソンの出世作である、オフ・ザ・ウォールでの、ゲット・オン・ザ・フロアや、クイーン・シー・ジョーンズのアルバム、デュードで、アクティブ・ベースである、 ミュージックマンスティングレイの特徴であるクリアな太い、中高域音を生かしたダイナミックなプレイは、当時のスラッパーに多大な影響を与えた。アールクリューによるオーリアンズのカバー、ダンスイズミーでは同様の中高域で、印象的なフィルインを聞かせる。また、キコでは、ラリーグラハム風とも言えるサムプレイが聞ける。この曲ではプラッキングは、一切使わず、右手親指でのスラッピングによる。 カウンターポイントと左手中指でのミュートテクニックによるカウンターポイントで複雑でファンキーなベースラインを生み出している。このドラムのようなパーカッシブなサウンドにベースの音を乗せるテクニックはスラップチョークと呼ばれた。彼のスタイルはプラッキングとサムピング、そして一般には独特なファンキーサウンドを特徴的な中高域音で奏でるミュージックマン。 スティングレートの組み合わせにより生み出されたものとされるが、ブラザース・ジョンソンのアルバムをよく聞けば、フェンダージャズベースも多用されており必ずしもイメージと一致するものではない。2015年5月21日に死去。ルイス・ジョンソンは、下記のアーティストのレコーディング、ライブに参加している。ありがとうございます。